ドラゴンはアメリカの民間宇宙企業スペース X 社により開発された無人宇宙船である。アメリカ航空宇宙局との商業機動輸送サービスの契約により開発され、国際宇宙ステーションへの物資補給に用いられた。同じくスペース X 社が開発したファルコン9ロケットにより打ち上げられた。2010年12月に初の試験飛行を行い、 軌道を二周した後帰還し、商業的に開発され運用された民間宇宙機としては、史上初となる回収に成功した。2012年5月には、同様に民間機としては、史上初となる ISS へのドッキングにも成功している。2020年4月に、最後のミッションを終え、後継機となるドラゴン2にその役目を引き継いだ。ドラゴンの名前は、 ピーター・ポールマリーの楽曲パフ・ザ・マジック・ドラゴンに由来している。イーロン・マスクが2002年にスペース X 社を設立した際、多くの批評家はこの宇宙船の構想を実現不能なアイディアだと考えていた。そこでイーロンは、このフィクションに出てくるドラゴンを宇宙船の名前につけたと語っている。弱圧カプセルと非弱圧トランク。 右はヒ圧トランクを拡張した構成ドラゴンは、円錐型のヨ圧カプセルとその後部に接続される、円柱状のヒ圧トランクからなる。ヨ圧カプセルの先端部のノーズコーンは、打ち上げ後に大気圏を通過して、十分な高度に達した時点で分離し、ISS とのドッキングのための共通結合機構を露出させる。その後ドラゴンは、コウノトリと同様、グローバル。 ポジショニングシステムや TDRS を用い、ISS に自動でランデブーした後、カナダアームにによってハーモニーの共通結合機構に結合される。ドラゴンは大気圏再突入能力を備え、実験資料の回収にも使用できる。ドラゴンの耐熱シールドは月と火星からの帰還時の大気圏再突入速度にも耐えられるよう設計されている。開発費は NASA の商業機動輸送サービス計画の予算の一部から拠出されている。有人飛行にも対応するドラゴン2と呼ばれる後継機ではロボットアームを使って CBM へ結合するのではなく ISS の正面のシャトルがドッキングしていたピエメ -2 に新たな国際ドッキング機構を取り付けそこにドッキングする方式が取られている。ドラゴンのエンジニアリングモデル2009年 スペース X 社の最高経営責任者、イーロン・マスク氏は、スペースシャトルの最後の飛行スケジュールの前、2009年にドラゴン宇宙機の最初の飛行を行い、2010年にドラゴンのサービスを始めると述べた。ファルコン Q の2段目の試験の完了に続き、2010年1月の終わりには、すべてのコンポーネントが、ケープカナベラル基地にあるスペース X 社のハンガーに、 運び込まれた。2010年3月11日、1段目に搭載されるマーリンエンジンの発射台における試験は、点火2秒前に点火システムに問題が発生し、試験を中止した。2日後の3月13日に再度試験を行い、1段目の9機のエンジン全てが3.5秒間燃焼し、完璧に成功した。 2009年2月23日、スペース X 社は、ドラゴン宇宙船の大気圏再突入のための素材の試験に成功したと発表した。この素材は、耐熱シールド材にパイカ x を選んだものであった。パイカ x は、NASA が開発したパイカを改良したもので、NASA のパイカと比べても10分の1のコストで製造できる。 当初、ドラゴン宇宙機の最初の打ち上げは、ファルコン9ロケットの2回目の飛行で行われる計画であった。しかし2009年の9月、ドラゴン宇宙機の簡易モデルを、ファルコン9の最初の打ち上げで飛行させるという発表がなされた。このドラゴンの簡易モデルは、 ドラゴン宇宙船の認定モデルと呼ばれ、カプセルのいくつかのシステムを検証するための、地上試験用の模型として使用されていたものである。この最初の飛行では上昇中の空気力学データを取得し連想することを主目的とした。内部が予圧された宇宙機としてのドラゴン宇宙船の初飛行は、2010年12月8日に、ファルコン9ロケットの2回目の打ち上げ時に行われた。 ドラゴンのドッキング目標システムはドラゴンアイと呼ばれる。これは2009年のスペースシャトルエンデバーによる STS-127 ミッションにおいてドッキングポートの近くに設置されシャトルが ISS に接近する際に試験が行われた。この際にはドラゴンアイのライダルとサーモグラフィーの2つの装置の能力確認に成功した。ドラゴンアイは 2011年2月の STS-133 でも再び試験が行われた。ドラゴンの有人飛行ミッションの準備のため、スペース X 社は2009年夏に元宇宙飛行士のケネス・バウアーソックスを雇用した。彼は新しく創設された宇宙飛行士の安全及びミッション保証部門の部長として勤務した。 2010年11月22日、NASA の発表によれば、連邦航空局はドラゴンに対し、商業用の宇宙船としては初めてとなる、大気検査突入の免許を交付した。回収された、ドラゴン宇宙船2010年12月8日、無人の状態でドラゴンを地球周回軌道に投入する飛行試験が行われ、ドラゴンは地球を二周して、無事に帰還した。これは、 民間の開発した宇宙船としては初の開挙となった。しかし、2010年にイーロンマスク CEO は、友人型ドラゴンの計画は現在進行中であり、完了するにはまだ2から3年はかかると何度も発言している。2012年5月22日、2度目の飛行試験が行われ、ランデブー試験の後、飛行4日目の25日についに、 ISS とのドッキングを達成した。こちらも民間の開発した宇宙船としては初の開峡となった。2012年10月8日、国際宇宙ステーションへの初の補給フライトが実施され、10月10日に ISS とのドッキングに無事成功した。輸送物資を搭載して ISS に接近したドラゴンは ISS に滞在中の星で秋彦宇宙飛行士が、 ロボットアーム操作を行い回収した。これまで ISS への補給ミッションにおいて成功実績を持つのはアメリカ、ロシア、日本、欧州の各宇宙開発機構だけであった。これにより民間企業が実際に ISS に物資補給を行った初の事例となった。ISS にドッキングするドラゴン従来、ドラゴンはスペース X 社によって 商業機動輸送サービス計画へ提出された提案の一部だった。この提案は2006年3月3日、NASA に対し ISS へ貨物と乗員を輸送する目的で行われた。カッツ計画に提案を行ったスペース X 社のチームは ISS のカナダアームにを製造したカナダの MD ロボティックス社を含む複数の企業から構成されていた。 2006年8月18日、NASA はスペース X 社がキスラエアロスペース社と共に ISS への貨物打ち上げサービスの開発企業として選ばれたことを発表した。当初の計画ではスペース X 社のドラゴンカプセルは2008年から2010年の間に3回の実証飛行を行うことになっていた。スペース X 社は NASA が設定した。 マイルストーンをすべて完了した場合、総額2億7800万ドルを NASA から受け取る予定だった。キスラー社は NASA に対する義務を果たすことに失敗し、契約は2007年に打ち切られた。NASA は競争入札の終了後に、キスラー社に割り当てられていた予算を使って、別企業と再度契約することを決めた。2008年2月19日、NASA は、 新しい勝者としてオービタルサイエンシズを選んだと発表した。NASA は2008年12月23日にスペース X 社と貨物輸送契約に調印した。これは最低2万キログラムの貨物を12回の打ち上げで ISS へ輸送するという総額16億ドルの契約であり、オプションとして最大31億ドルにまで増える可能性がある。 有人型ドラゴンと宇宙飛行士2010年12月にスペース X 社はシャトルの退役後に ISS への宇宙飛行士の輸送を行うという NASA の商業クルー輸送機の開発計画への提案を提出した CCDEV-2 契約の下で同社はドラゴン宇宙船の統合型の緊急脱出システムの開発を提案したこの提案では 従来の友人打ち上げで使われていた、機体長部に装備したロケットによる水力で全体を引っ張り上げる、牽引式ではなく、宇宙機の下側に装備したロケットで押し上げるタイプを採用した。この方式の利点は、機体と一緒に帰還するため再使用が可能であり、また上昇時の分離箇所が一つ減るため、ミッションコストの低減とクルーの安全性向上に寄与する。 また着陸時にこのロケットを逆噴射できる可能性がある。この場合はパラシュートを予備の着陸システムに使うことができる。有人型ドラゴンとファルコン9の開発費用は8億ドルから10億ドルになると見積もられている。2011年4月に NASA は c c d e ス2計画の下でスペース X 社が サイドマウントタイプの緊急脱出システムとクルー搭乗カプセルの開発のために7500万ドルの契約を受注したことを発表した。NASA は2016年までに ISS への商業クルー輸送機の飛行実施を目指している。スペース X 社の緊急脱出システムは2011年10月に NASA から基本設計の承認を得た。2012年1月、 スペース X 社は着陸と緊急脱出に使われるスーパードラコロケットの超病時燃焼試験に成功した。2014年9月16日に NASA は CCD f の第4ラウンドに当たるクトキャッププログラムへの参加企業としてボーイング社とスペース X 社の2社を選んだと発表した。この契約では NASA からボーイング社に42億ドル スペース X 社に26億ドルの資金が提供され、NASA の宇宙飛行士を最低一人登場させた有人宇宙飛行を最低1回実施してその性能を証明することが定められている。スケジュールはたびたび延期されたが、スペース X は2020年5月に新型ドラゴンによる初の有人宇宙飛行を達成した。 ファルコン9によるドラゴンの初打ち上げ2010年12月8日、無人のドラゴンを乗せたファルコン9ロケットが、ケープカナベラル空軍基地からスペース X によるカッツ実証飛行1回目として打ち上げられた。打ち上げは成功し、打ち上げから約10分後にドラゴンカプセルはロケットから分離された。軌道離脱噴射の前に、高度約3 0 0トルで3時間の 軌道変更試験が実施され、ドラゴンは再突入コースへ入り、メキシコから約 800km 大きの太平洋上に着水した。スペース X 社の社長であるグウィニ・ショットエルは、この飛行が NASA のカッツ契約に基づく3回の飛行試験の1回目であることを明らかにした。NASA はこの飛行の成功を喜んだが、ドラゴンの安全性が証明されるまで ISS への ドラゴンの接近を認めない方針を維持した。この飛行において、ドラゴンカプセルは、乗員も、実用的な貨物も輸送しなかったが、スペース X 社のチームは、小型の衛星と秘密のペイロードを打ち上げていた。飛行が成功した後、秘密の貨物は、円盤状のレブリューヤーチーズであることを明らかにした。これは、イギリスのコメディシリーズ、空飛ぶモンティパイソンの、 チーズショップスケッチに敬意を表したものだが、スペース X 社の CEO は着水後に行われた記者会見まで、同社の異業が茶化されるのを恐れてこの貨物の内容を明らかにしなかった。ISS に接近するドラゴン2ドラゴンには、NASA の CCDEV 計画に基づき、有人宇宙船として開発された、ドラゴン宇宙船の新バージョンである。ドラゴン V2 や、クルードラゴン。 ドラゴンライダーといった名称も用いられる。もともとは友人型ドラゴンと呼ばれていた機体であり、2014年5月に現在の名称が明らかにされた。初期型ドラゴンの後継として無人の物資補給にも用いられる。2019年3月に無人での初飛行を、2020年5月に友人での初飛行を達成した。ドラゴン2には、 最大7名の乗員が搭乗可能となる。8機のスーパードラコロケットエンジンを装備しており、これは打ち上げ時の緊急脱出に使用される。着陸方法としては、無人貫物型と同様にパラシュートを使っての洋上着水が計画されている。当初は、ロケットエンジンを使って地上へ難着陸することも計画されていたが、これは後に技術上の問題から断念された。 火星に着陸するドラゴン宇宙船、レッドドラゴンは火星飛行用に開発が進められていたドラゴンに宇宙船の派生版である。打ち上げには超大型ロケットのファルコンヘビーが想定されていた。2018年の打ち上げを目指し開発が進められていたがドラゴンにのロケットエンジンによる難着陸が断念されたことで開発は中止となり BFR に置き換えられたとみられている。 ドラゴン XL は2022年の建設開始が予定されている月軌道プラットフォームゲートウェイへの物資補給に用いるべく NASA との契約の下で開発が進められている新たな無人補給船である超大型ロケットのファルコンヘビーで打ち上げる想定でロップ G に5トン以上の物資を運ぶ能力を持つ既存のドラゴン宇宙船とは異なり 大気圏再突入の能力は持たない。ドラゴン宇宙船の三面図、ありがとうございます。